そういえばミミさんのことそのままになってたな。トトリ先生が欲しいものちょっと聞いてこようっと。トトリ先生、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。なーに？ずいぶんと気合が入ってるみたいだけど、錬金術のこと？いいえ、その、人生相談です。人生相談？私なんかで力になれるかな？なれます。むしろ先生じゃないとダメなんです。で、相談って？トトリ先生、今何か欲しいものはありませんか？それが人生相談なの？細かいことはいいじゃないですか。教えてくださいよ。そうね、欲しいものか。原初の土とかかな。原初の土ですか？うん、アールズにしかない素材で、あれを使って調合したいんだけど、なかなか手に入らなくって。困ったな。そんなすごいもの私には手に入れられなさそうだし。え、メルルちゃん、原初の土が必要なの？一体どうして？あ、何でもありません。なんだか怪しいな。メルルちゃん、何を企んでるの？じー。そんな、企むなんて。そんな疑いの眼差しを向けないでください。じー。わかりました、言いますから。実は私、ある人に相談されてるんです。その人にはとても好きな人がいて、感謝の贈り物をしたいってずっと思っていたそうなんです。でも相手の人が何が欲しいかわからなくて困ってて。なるほど、つまり何を贈ればいいのかってことね。欲しいものをあげなくちゃいけないってことはないと思う。心がこもっていれば何でもいいんだよ。ふむふむ、なるほど。こういう話があるよ。トルナ先生は、アーランドのギルドにルクーデリアさんっていう親友がいるの。ある時、二人は大喧嘩したんだけど、クーデリアさんは手作りのペンダントをプレゼントして仲直りしたそうよ。やっぱり、手作りのものが一番気持ちが伝わりやすいんじゃないかな。もちろん、ものによると思うけど。手作りのものか。わかりました。ありがとうございました、先生。